SCP-2282 はエリア12の屋外収容区画で異常動物学部門の飼育下に置きます。SCP-2282 を構造物や樹木の100メートル以内に接近させてはいけません。SCP-2282 には家畜ヤギとして適切な世話を言ってください。SCP-2282 はメスの若い哺乳類であり、家畜種ヤギと密接に関連した特異な亜種です。SCP-2282 は通常の大きさであり、普通の家畜ヤギと外見的には同一です。SCP-2282 の骨格、筋肉、頭蓋の解剖学的構造もまた同様です。SCP-2282 の消化管は極めて非ユークリッド的な歪曲空間の羅列であり、歪みによって少なくとも 17,000 立方 m の8,000 を超える別々の胃から構成される内部容積を有しています。SCP-2282 の消化管は複雑かつ非線形で、一見したところ組織的な目的はありません。SCP-2282 の喪失量は少なくとも1600万kg ですが、外部からはわずか 89kg の、見た目の品種のヤギとして正常な質量しか持っていないように見えます。また、これらの追加臓器は機能するための余分な栄養を必要としないらしく、SCP-2282 の基本的な食事量は正常です。SCP-2282 は物体を食べるとき、その物体が含まれている空間を体内に取り込みます。この空間は、SCP-2282 が、噛んで、いる際にその口の周辺領域から取り除かれ、外見的には縮んで SCP-2282 の消化管内部へ搬送されるかのように扱われます。これによって SCP-2282 の体内に作られる空隙には、新しい肉や臓器が充填されます。SCP-2282 は、1日あたり約3立方 M を消費します。SCP-2282 は、エリア6、エリア22、サイト20で行われた財団の重力波観測が、小規模で定期的な時空歪曲の震えを観測した後、2001年2月3日にカリフォルニア州中央部のヤギ放牧場で発見されました。SCP-2282 の異常性は三角不測量が行われ、農場は希少さと影響確認の後に購入されました。SCP-2282 は、高齢化と、その年齢のヤギに適切と言える健康問題の兆しを見せています。より強い医療措置がなければ、おそらく4ヶ月程度しか持たないでしょう。制御された環境下で死亡させ、臓器不全を起こす前に解剖学構造を研究するために、自然死を待たず2014年5月1日に SCP-2282 を安楽死させる承認を求めます。カーズ博士、承認。O5-9。SCP-2282 の安楽死は、死の直前までは計画通りに進行していました。ダングソン博士による薬剤注入後、SCP-2282 の内部空間は瞬時にユークリッド空間に合わせて歪曲しました。これによって SCP-2282 の腹部から直径67メートルの空間泡が出現し、周辺エリアの全空間を歪めました。歪曲時に SCP-2282 のすぐ隣に立っていたダングソン博士は、大規模な解剖学的変形を被って即死しました。カーズ博士は危篤状態に陥り、6時間後に脳出血で死亡しました。オーマン博士とジェクト博士は骨格及び解剖学構造に重度の変形を負いました。ジェクト博士は左腕と左足の切断を必要とし、オーマン博士は現在、完全な身体の動きを回復するために集中的な理学療法を受けています。新たな空間玉はヤギの内臓によって充填されましたが、その後、内臓は崩壊し、歪みによって地面に作られたくぼみを埋めるとともに、周辺エリアへと溢れ出ました。SCP-2282 の死骸の発掘調査により、
SCP-2282 の胃の一部は消化液が満たされていなかったことが判明しました。また SCP-2282 が丸ごと消化するには大きすぎたと思われるものをいくつか含む比較的保存状態の良いオブジェクトが発見されました。現在死骸から発見されたオブジェクトには以下が含まれます。木製の建築用定規1本、チックタック、ブランドのキャンディの箱、4箱、ポケットピカチュウの取扱説明書、1冊、岩、11個、大型の木工旋盤、1枚、様々な木工旋盤用ツール、22個、トランプ、7枚、トレーディングカード、9枚、キリンの骨格、1頭分、ハロゲン電球、1個、ステンレス鋼の鏡台、1つ、エルマー、ブランドのスティックのり、131個、蜂の巣、1つ、真空管、6本、